この水めっちゃ入ってるから。いつ自炊し始めましたか？まあアメリカ来てから1年ぐらい経ってオフキャンパスに住み始めた頃やな。なんでし始めたの？で、まあ寮の、まあ、TDR が意味からまずいっていうのと、自分で料理してみた方が役に立つかなと思って。さっき2人で作ってたけど、いつもはどういう風に作ってる？いや、だいたい2人で買い物に行って、で、2人で同時に一緒に作って一緒に、そのやることは別々やけど、その早く終わるようにだいたい2人で作った。何してる？これは蒸らしてる、ご飯を。だからもっと美味しくなるっていうか。肉一番気持ち悪いよ。じゃあ料理の大切なことは？は、あんまり時間をかけないことかな。効率よく効率よく、下準備とかも 早めにやっとくことかな。さっきスロープ調べてて、あ、どうやった？なんかいいのあったよね。あった。俺多分俺結構ね、俺どうやっていけ？絶対ないじゃあかん、これもあんまり安いから、下がめっちゃボケんじゃん。これ何やってんの？これアク取ってる。アク引き割れ、なんか割れ物っていう、そのアクちゃん苦味みたいな。苦味を取る。肉からなんか悪い油みたいなの出るから、なるべく取った方がいいみたいな。うん、美味しい。これや。この茶色いの何？カレーのルーです。ペーストや。ペーストや。カレーの素。これでカレーになるみたいな。この塊みたいな。これが溶けてカレーになるみたいな。自炊してて 何習った？自炊して何を学んだ？まあ、料理の仕方を学ぶわな。あと何やろ。となんか TDR でも結構友達といろいろ飯食いながら喋るのもええけど、なんか家でアットホームな感じでみんなと食べれるっていうのもええと思う。これ寂しがりやし、OK。 自炊することのいいことと悪い、まあ、いいとこはやっぱり将来に役立つ時、今のうちに練習しておいた方が将来困らへんことと、まあ、なんといっても安いのと、悪いことあるかな。悪いとこは洗い物がめちゃくちゃめんどくさい。だからいつも友達呼んで料理はするけど、その分みんな洗い物してや押し付けるね。なんか自炊料理とかに対して一言っていう。一言、まあこれからもまあいろんなやつに挑戦していこうかなと思います。レパートリー増やして。じゃ最後に適当な一言。適当な一言。無茶振りやな。料理に対して。そんな料理せえへんけど。自炊とか。いや、 やっぱ自炊は一人で食べるよりみんなで食べる方が美味しいです。はい、OK。 OK。 イエーイ。